皆さんこんにちは。今日はですね、新潟市バンダイシティで開催されているクリスマスマーケットに行ってきたのでご紹介したいと思います。こちらのクリスマスマーケットは12月25日までやっていて、夜9時までやってるんですね。フードや雑貨、あとはスイーツなんかのお店が17店舗ぐらい出店していました。11時からオープンなんですけれども、私はちょっと早く10時に着いてしまったんですね。なので半分ぐらいのお店が、まだやってなかったんですけれども、やってる店を紹介したいと思います。こちらのお店は関ヶ浜で海のお店をやっているロングボードバー&グリルというお店で、ハワイ出身のオーナーが作るロティサリーチキンというのがおすすめなようです。こちらのクリスマスマーケットで1000円分買い物をすると、クリスマスプレゼントの抽選会があるんですけれども、それが6時と8時なんですね。クリスマスツリーのイルミネーションもあるので、今回このクリスマスマーケットは夜行った方がいいのかなと思いました。こういった新潟のイベントにこれからもどんどん参加して動画をアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。こちらのクリスマスマーケット、食べるところはあったんですけれども、新潟もですね、今年初雪が積もりましたので結構寒いんですよ。なので、テイクアウトにして家で食べたいと思います。クリスマスマーケットというのはドイツの伝統的なイベントらしいんですね。なのでドイツっぽいものを食べようかなと思ったんですけれども、この見た目にやられてしまいました。今日のお昼はこれにしたいと思います。こちらはオーナーのおすすめだけあって、身がプリプリしてて味もしっかりついていたのでとても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。